さんこんにちはのわわ。今日も楽しいお稽古です。今日はギロックより静かな湖でという曲を弾いてみます。シャープが多い曲も少し楽譜に書くことで弾けるようになります。静かな湖でミュージックオン。1日5分、日々の小さな積み重ねを重ねることでとんでもなく大きな力になります。良い子の皆さんも1日5分、10分鍵盤に遊びながら触れてみてください。ピアノは練習すれば確実に力がつきます。調合の多い曲、臨時記号の多い曲、何でも少しずつ練習することでできるようになるのである。バイバイ。バイバイ。ただいま、趣味で楽しむ大人のためのピアノコース。保育園や幼稚園の先生のためのピアノコース。幼児のリトミックコース。エレクトーンの個人レッスンも承っております。3歳から趣味で楽しむ大人の方のピアノレッスン、いつも楽しみながら学んでいるピアノ教室です。バイバイ。